皆さんこんにちは。今日は2024年の8月の11日、山の日ですね。今日も Vlog を撮っていきたいと思います。福井のガイドブックを買ってみました。今夏休みですけれども、皆さんどこか旅行だったり帰省だったりする予定ありますか？私はちょっと8月はね、特に旅行とか行く予定ないんですけれども、まあ、ちょっと世間の方たちがなんか皆さんね、ちょうどお盆で帰省したり旅行に行ったりする時期かと思うので、ちょっとこの私は福井のガイドブックを買ってみました。福井は北陸新幹線が東京からあれですね、続進しましたね。ここ1年以内だったと思います。で、私は金沢と富山までは北陸新幹線で行ったことあるんですけれども、福井まで続進してから、まだね、新幹線乗ってないですね。だから新幹線沿線に住んでる身分としては、まあ、ちょっとね、すごい行ってみたいところではあるんですけれども、まだちょっと機会がなくて行ってないです。よいしょ。このなんだろうな、こういうところとかすごく綺麗ですよね。これはお島、沖合に浮かぶ神の島、海の神様の島として拝められているって書いてありますね。このなんだろう、赤い橋とかなんかすごい綺麗ですね、山と。ここはバスでも行けるんですね。お島っていうバス停から徒歩3分だそうですね。で、こっちの丸岡城もここは堺市丸岡にあるです。で、ここもバス停の丸岡城からすぐって書いてありますね。だからレンタカーを借りなくても、このお島っていうところと丸岡城行けますね。堺市にあるそうですね。福井タウンの北側、海も山もある堺市ですって。で、四季の移り変わりがはっきりしていて、季節ごとに美しい風景が楽しめるそうです。ですね、そうなんですね。ここ福井ね、あとはこういうのも気になりますね。越前大野城、天空の城、越前大野城とかもちょっと気になりますね。これは越前大野駅から徒歩15分って書いてある。こういう、ちょっと失礼、こういうやつ気になりますね。東京から北陸新幹線ですごい近いんですよ。とても近いんですよ。とても近いんですよ。ですね、具体的には、東京から北陸新幹線輝き白鷹で福井まで、2時間55分から3時間35分。値段は1万5000円くらいですね。だから3時間前後で、ね、福井まで。そう、すごく便利ですよね。ね、なんか金沢まで伸びた時は何でしたっけ、富山石川福井っていう、なんかそういう宣伝をね、テレビでやってたんですよ。そうで、その時でもまだ福井までは伸びてなくて、でも宣伝では福井までっていう風に、そう書いてあって、そうなんですよ。だから東京駅から3時間で
15,000円便利になりましたね。日本もと新幹線が、でも新幹線とかもなんか伸びる伸びるって言ってなかなかね、あの実際にそういうのをね実現するのってなかなか結構難しいと思うんですけれども、ね、ちゃんと通ってとても便利になりましたね。そして私が気になっているのは、これはちょっと待ってね、駿河って読むでしたよね確か。駿河でしたよね。駿河だそうですね。駿河のパワースポット巡り行ってみたいなってちょっと気になります。なんだろうこれ、貴妃神宮と清明神社、貴妃神宮は、恋愛祈願って書いてありますね。ここもバス停貴妃神宮からすぐって書いてありますね。バスで移動できるんですね。でもう一つが清明神社、これは清明神社は、バス停博物館通りからすぐって書いてありますね。はい、なのでパワースポット巡りを気になりますね。鶴がのですね。はいですね、こんな感じかな私が見てたやつ、うん、そう。でもやっぱ北陸はね海鮮が美味しいじゃないですか。カニとかをやっぱりね食べたいですね。でもカニってきっとねシーズンがあるのかな、いつなんだろう。カニやっぱりね海鮮はねめちゃくちゃ美味しいですよね。ですね、はい、こんな感じで今日の Vlog をまとめていきたいと思います。今日はちょっとあの夏休みなのでちょっと旅行関係の Vlog にしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching today's video. See you on the next one. はい、バイバイ。